はいどうもこんにちは、にがみの井上です。深井なんですけども、観音寺みつりちゃん風ヘアのウィッグを、まあ、せっかくちょっといいカラーにできたんで、あとヘアアレンジ動画をやっていきたいと思います。僕は観音寺みつりちゃんが推しです。みつりちゃんが自分の花嫁だではなく、じゃあみつりちゃんがなんか花嫁姿になったらちょっとどんな感じになるかっていうのをちょっと想像してやっていきたいと思います。じゃあちょっとやっていきます。前に、ベースを作りますね。ここをちょっとこうふわっとさせたいんですけど、トップを波ウェーブにします。で、後ろを一回分け取って結んでグリーンパンにします。で、みつりちゃんといえばやっぱり三つ編みなので、ちょっと編み込みをサイドに作っていきたいと思います。これをちょっとこうほぐしていきます。この2つをこうクロスしてこんな感じでドッキングされます。みつりちゃんといえば三つ編みなので、ここも三つ編みで作っていきます。下の作る時の土台にしようので、もうここはここで丸めてリングさせます。で、これもまたこう丸めて、がっつりアップスタイルだったんで、今回次はちょっとこうダウンセルなんか最後のところをこう下げる感じのアップで、やるだけにここは三つ編みでといきたいとこなんですが、今回映えるようにフィッシュボーンを使ってやっていきたいと思います。フィッシュボーンはこう簡単なやり方だと、一回二つに分けてこうこのぐらい取って真ん中取って真ん中取って真ん中を繰り返していきます。